さて、アビコで介護福祉関係の施設長さんとの話を終えました。歩いてたらね、なんかこの交差点のところに水槽がめっちゃ並んでるっていう場所がありましたね。これどういう意味かはちょっとわからないんですけど、車が突っ込んでこないようにしてあるのかな。なんかめちゃくちゃたくさん水槽が並んでるっていう交差点がありました。さて、今回はですね、介護福祉施設の次世代の施設長さんたちが集まって学ぶ研修会のようなもので、コミュニティデザインについて話をしてほしいというふうに言われたんですよ。それでまあ一応ノートパソコンを持っていて、我々がやってるコミュニティデザインの事例をお話しするというのもいいかなと思ったんですけど、ただなんかこう福祉介護施設とコミュニティワークをね、関係づけて考えた場合、自分の中でもまだちょっと答えが出てないものが何個かあったので、むしろそれを直接この施設長さんたちに聞いてみるっていうのがいいんじゃないかなというふうにも思ったんですよ。今あのコミュニティワークっていう言葉を出しましたけど、ソーシャルワークの中でケースワークというのが、あの一人の、まあ、支援を必要とする人に対して支援していくケースワーク で、グループワークっていうのが、まあ、同じ境遇にある人たち同士が、まあ、学び合ったり励まし合ったりしながら力つけて、その自分たちの苦難からこう脱していく、あるいは乗り越えていく、まあ、こういうことをやるとすれば、ソーシャルワークの中のケースワーク、グループワークではなくてコミュニティワークと言われるものは、地域にいる人たち、これはその困難を抱えていようがいまいが、その地域にお住まいの方々が、その地域でちょっと困っている人たちをこう助けていくような、お互いに助けていくような、そういうつながりや活動を生み出していくこと、まあこれをコミュニティワークというふうに呼んでいるようですね。でこのコミュニティワークのところまで来ると、我々がやっているコミュニティデザインとだいぶ近いねということで、多分よくあの福祉介護業界から声をかけていただくんではないかというふうに思います。まあ、僕らはね、なかなかケースワークとかグループワークはあんまりやれない、よくわからない、やり方がわからないんですが、あのコミュニティワークだったらなんかできんじゃないかな、近いんじゃないかなという点があるんですが、ただ一方でそれでもね、ソーシャルワークの中のコミュニティワークって普段からやってるわけじゃないんで、本当はこういうことかなって思いながらもよく分かってない点もいっぱいあるんですよね。で今回の次世代施設長の研修はですね、あの人数が少ないですよって言われてたんですよね。10人ちょっとぐらいですと。そんな場所に来ていただいていいんですかっていうような話をされていて、全然いいです、もちろんもちろんで、むしろ僕が学びたいですということで、この僕が学びたいですは本音でそうなんですよね。本音で僕が学びたいということで、一応パワポ持って行って、でパソコンも持って行ったんですけど、僕学びたいんで教えてくださいって言って、僕がそのソーシャルワークの中で、まあ、いわゆる社会福祉法人が地域に関わることの意味って、あのお給料も含めてね、財源的なことも含めてどんな意味があるんでしょうみたいなことを、ちょっとその十何人の施設長さんたちに聞いてみたっていう、そんな会にしましたね。だからまず自己紹介をしてくださいと。で僕が問いかけた、その人件費とか別に出ないのに社会福祉法人の施設が地域に関わるって、施設長から見たらただ金が漏れてるだけじゃないんですかと、どういう意味あるんですかみたいなことを問いかけて、一人ずつ自分の自己紹介プラスその問いかけに対する答え、これを語っていただいたという、そんな時間にしました。で2時間時間があったので、まあ、その話一通り十何人がですね、エンジンを組んで、で一人ずつ喋ってもらって、それが終わったら、まあそこで話聞きながら思いついたことを、僕はパワーポイントでも使って、まあうちの事務所であればこんなプロジェクトやったことありますよみたいな話でもしようかなって思ってたんですけど、もうね、皆さんの話がね、それぞれ面白くて、現場感があってリアリティがあるっていうかな、もうそれで聞いて聞いて、質問とか途中で僕も挟んじゃったりして、
でその時自分が思ったこととかも全部話しちゃったりして、で気づいたら2時間以上ですね、結局2時間16分、自己紹介していただいてました。結局自己紹介だけだったっていう研修でしたね。こんなの初めてだったんじゃないかしら。自己紹介で終わったっていう、皆さん満足してくれたかどうか分かんないんですけど、あの事務局の方はね、あのすごい面白かったですよとかって言ってくれたので救われましたね。これでも良かったんじゃないだろうかと、ああいうふうに思って今帰っているところです。2時間以上の自己紹介だけやって帰る講師、こういうのありかもしれないですね。で本気で僕は分からないことだらけだったから、そこを根掘り葉掘り聞いて、でみんながそれを僕に教えてくれるっていうことで、他の施設はどういうやり方してるのかをお互いが学び合ってくれたってことですから、これ参加した人たちみんな、僕も真ん中に含めてですよ、僕が一番得してる気がしますが、僕も含めてそれぞれ学び合ってくれてたっていうんであれば、とってもありがたい、時間だったなというふうに思いますね。大阪市の介護福祉関係の方々でしたが、ありがたいですね。こうやって地元でそんな場を設けていただけるっていうのは嬉しいです。あ、我孫子駅着いた。我孫子です。我がふるさとってわけじゃないけど、長い間ここから僕は設計事務所に通ってましたね。建築設計事務所に僕はその勤務していた頃はですね、一人暮らししてたんですよ、この駅の近くで。今本当に記憶にない店ばっかりが並んでるんですけど、20何年前ぐらいですよね、20年前ぐらいにここの駅から僕は大阪の梅田っていうところに通ってましたね。御堂筋線ってやつがあって、この我孫子駅から梅田駅まで通って、梅田から歩いたところに設計事務所があったので、6年間そこに通ってたということで、名前だけは懐かしい我孫子駅、風景は全然覚えてない。あの角にマクドナルドがあったのはあの頃からだったかな。でも他の看板はもう本当に丸ごと建物さえも覚えてないっていう、ちょっと自分の記憶が本当に不安になるような今街を歩いております。いや楽しかった。